東。スリー決まりました。ここ斉藤選手今シーズンスリーポイント絶好調ですからね。マブンガとイティングトン、レイパークスジュニア、斉藤走っています。あーかわして決まった。うまいですね、ダブルクラッチ。そうですね、これではどういった意図が感じられますか。やはりこう外に、はい、シュートが入ってますので、そこを守りながら中をケアしたいところでしょうね。1対3だが突破を見せていく、ゴール決めた。ダゴイが取って左に入っているが右を使った、ダゴイ使って持っていった。今のですけれども、ここクラークが取ってそのまま周りを探しながら、伊藤もこれまたクラークを使ってというような。斉藤を止められるか、斉藤を止められるか、斉藤を止められるかどうかというところのプレーですけれども、パークスジュニアのコーナー3、アウトサイドのペリメーターの日本人選手の得点が伸びてくると名古屋のペースですね。スタートはノーマンになります。一時は9点ビハインドという状況で今1点差が来ました。リープボディークラークからスコット・エサトン、名古屋が前に出ます。今度はどうか、フローターが落ちる、はい、エサトンが溜まって粘りましたね。今度は決めた、エサトンの粘り、斉藤2本目は決めました。絡んで、まあ、斉藤選手うまく拾って、これもね難しいシュートなんですけどね。パークスジュニアが指示を出す。佐藤に通す。だからここもダブルチームで行った。ならスペースが空いている。彼のに任せて待っていた。コーナー3。24秒使って、そうですね、かけながら攻めていいと思いますね。佐藤ここでも打ちません。3-2ここで打つ。決まった、決まりましたね。もう24秒使い切って3点取りました。ここは自分ではシュートに行けないか。戻して斉藤、体勢崩したシュート、ー決めります。個人ファール2つ目です。残り時間が第2クォーター3秒というところで、名古屋が前半2つ目のタイムアウトを取りました。これはよく決めましたよね。いやそうですね、体勢崩しながら。残り10秒、レイパークス、エサトン、斉藤、失礼、伊藤、ふわっと浮かせて、レイパークスジュニア。うまいですね、素晴らしい。さあ伊藤達也、前半心配された怪我は大事なし、プルアップジャンパー決めてきました。ズレが生まれました、ミスマッチ。さあ斉藤打つかどうか。あ、どうする。斉藤打った、スリーポイント入った。ショットクロックギリギリのスリーポイント、いい佐藤へ、そして斉藤自分で打ったロングスリー、これで第2クォーター終了。松内さん見事でした。いやよく決めましたね。佐藤から斉藤、斉藤にエチェニケスピードのミスマッチ、スリーポイントラインまで下がりました。いや難しいショット決め切って終わりました。ビーターということになりましたね。いやエチェニケ選手が手を出してくるのでかなり高いアーチを打ってるんですよね、はい、スコットとのマッチアップになっていますが、囲まれる、パークス出して、最後もう一度パークスへスリーポイント、ちょっとクロックギリギリ、これは助けられましたね。エサトンをピックに使って伺います。残り2秒、タフショット決めていきました。ブザービーターにもなりました。島根にとってはいい滑り出しになりました。あの島根ペースと思われましたけども、この第1クォーター終了間際の斉藤のスリーポイントシュートです。そして須田、残り4秒です。んこれは難しいショットになった、決まったすごい。先ほどのスリーポイント、この体勢からよく決めました。これはもう NBA です。動かして張本天傑も入っています。日本代表です。もらう伊藤のバウンドパス、いいボール入っていった。エサトン、うん、よかったですね。しっかりボール回して、はい、ケリーと張本のマッチアップ。あーっとミス、張本の素晴らしいディフェンス。さあまだ時間はある。コティクラークのスリー、かなりのこれ自信ですね、スリーポイントはね、
もう一度トップドキーボールを展開していきます。もう一度エサトに戻して柔らかいショットを決めていきます。ドジャーのジャンパー、これが短い、このリバウンド、ティルマン、いや、オフェンスリバウンド、セカンドチャンスになりました、斉藤匠。中平選手、いいリバウンドしましたね、今斉藤匠から、これも相手、本を見ました、連携がありました、ここですね、ここです、ね、ここでエサトンとのピックアンドロールで、ダイブ、中に入ってくるという動き、これでサイモン選手がやっぱり引っ張られちゃうんですよね、外にね、はい、うん、まあ、これもまたもうノールックで。高橋後ろからついた伊藤、はい、ターンオーバー、さあ伊藤走っているコティ・クラーク、クラーク、はい、伊藤もおしゃれなアシストを見せました。本当ですかね、前のボールです。残りは3分30秒、あーとターンオーバー、伊藤が走る、そしてこのパス、またおしゃれなパスでしたね、今日もおしゃれだ伊藤達也ですね、はい、いやー豊橋での伊藤はより一層おしゃれですね、これ。いやー昨日もあって、素晴らしいですね、はい、うん、斉藤エサトンももちろんピックアンドロール強烈なんです。さあここはターンオーバーチャンスだ、ここで斉藤周りを見て落とした、そこはそして燃えた美里、素晴らしかった、よく見えてますね、はい、そしてここからですもんね、そうですね、苦しい時にこの斉藤匠のプレーが、ファジーカス、あー、守った、スティールから飛びそこ、さあこちらも行って、おーだー、一気にダンクある、強烈でしたね、飛びそこが上がってくる、ハイキック、そして斉藤、残り4秒です、斉藤抜けた、決めた、ガードとしての頑張りっていうのが素晴らしかったと思います、はい、ここ最後のシーンですね、そうですね、今もここも多分狩野選手が今上に上がってきたことでここのヘルプができなかったんですよね、いや悪くないシチュエーションだったんですけどね、今ね、コーナーうまく作れてますよ、はい、フリーになっていました、ドジャーに預ける、見えてますよね、もう一度見ましょう、この後ですよ、ここですね、このパスですね、はい、いやこれは本当素晴らしいですよね、3ポイント、さらに差を広げて20対40になりました、斉藤匠ボールを奪って、バスケットがうんと見事なプレー、今のプレーどうでしょう、井出さん、そうですね、いいディフェンスからのこのクラッチ、もうゴール見てないですからね、エサト、エサトから斉藤、いや自分で持っていきます、シェーバイナスが落ち込んでいきました、エサトです、そうですね、今ハンドオフィックからいい